いおい、こいつはすげえな。オタク、これが何なのか知ってたりする？だよな、さすがにこんなわけわかんねえ現象見たことねえよな。けどさ、これなんとなく中に入れる感じしね。こらてめえら、現場に近づくんじゃねえ。そっから一歩でも近づいてみろ、まとめて逮捕すっぞ。あ？ち、なんかやかましいのが出てきちまったな。現場保存は捜査の鉄則だこら。そいつを乱す輩はこの伊達真紀子様が容赦しねえ。厄介なことになる前に俺はずらかるとするか。ほらそこ、動くなってんのが分かんねえのか。あ？お前どっかで見たことあんな。確かなんとかっつーハッカーチーム。やっべ、おい走るぞ。あ、てめえ待てこら。どうやら逃げ道はここしかないみたいだな。ま、物は試しってやつさ。すぎるだろう、これまるで二つの世界が交差してるみてえだ俺の頭がおかしくなったってわけじゃないよな。けどまあ、さすがに警察もここまでは追ってこねえだろう。鬼が出るか、蛇が出るか。ま、何かが出てから考えようぜ。どうかしたか？そういや、さっきからずっと黙りこくってるよな。あ？事務所に状況を報告したい？でも繋がらない。つうか何？事務所って。あ？勤め先の探偵事務所？電脳探偵になったえへんぷい？えへんぷい？
じゃなくて電脳探偵？電脳の探偵？マジかよ、すげえな。おい、なんかよくわかんねえけど、とにかくすげえな。やっぱオタク斜め上すぎだわ。いや、褒めてねえし。ま、とりあえず通信は諦めるんだな。俺もさっきから試してるけど、ここに入ってからネットとつながる気配ゼロだ。デジタルウェーブの状態が不安定なんだろうね。まさかデジタルウェーブの説明を俺にさせようってんじゃねえよな。後で検索しろ、検索。んなことよりさ、さっきの電脳探偵の話もうちょい詳しく聞きてんだけど。いや、誤解すんなよ。別に面白そうだとかやってみてとかそういうんじゃねえから。純粋な知的好奇心だよ、ただの興味本位だって。変だろ、電脳探偵。どんな設定だよ、コミックでしか見たことねえよ。いいよもう、本当別に興味ねえから。電脳探偵ってのはどんなだ。今までどんな事件を解決した、とかボスはどんなやつなんだ。洗いざらい。これはこの間のクーロンの時と同じ。どうした？おい、勘弁しろよ。ふざけてんじゃねえぞ、こんな時に。何？幽霊がいた？エデンで噂になってる白い少年の幽霊？クーロンでも見た？本当か？担ごうとしてんじゃねえだろうな。いや、オタクに限ってそりゃねえか。相当の人よしだってバレバレだしよ。それに変なもんが見えたのは確かだ。はっきり見えてるようで何も見えない。頭ん中を探られたような、何かを押し込まれたような、すげえ気持ち悪い、もどかしい。思い出せそうで思い出せない。あれは一体何だ、何の意味がある。だよな。まあそいつも進みはわかるかもしれねえよな。行こうぜ。おい、気づいているか？オタク、それでも探偵かよ。俺たち、ちっと前からつけられてるぜ。デジモンか幽霊か、あのお姉さんか、正体はわかんねえけどな。誰だ？こそこそしてねえで、こっち来い！おや、気づかれてしまいましたね。いやいや、いや、こんにちは、こんにちは。おっと、そう見まめないでください。私は決して怪しいものではありません。
あんた誰だ？こんなところで何してる？私はスウィードをアケミと申します。亀城エンタープライズの研究者でして、この奇妙な現象を目下実地調査中です。一人でか？私一人でです。いくら解明できそうな専門家が私しかいないとはいえ、助手くらいはつけてほしいものです。まったくひどい会社か。なんで俺たちを尾行してたんだ？いや、私より先に人間がいるとは思わなかったもので、少し様子を見させていただいたのです。不快な思いをさせてしまいました。それは申し訳ありません。謝罪します。いや、ま、別にいいけど。でも謝罪する気があるなら分かってること教えてよ。俺たちもこれが何か知りてえし。いや、いや、そう言われると断れませんね。くれぐれも他言は無用ということでお願いできますか？ああ、わかってる。なあ、そうだろ。よろしい。それではお話しいたしましょう。ただ、これからするお話はあくまでも私が調査の過程から導き出した機能的推論、決して結論ではございませんのでご注意を。それではまずこの空間のことからお話ししましょう。現象の内部であるこの空間、ここには特殊なデジタルウェーブが渦巻いているようです。ご存知ですよね、デジタルウェーブ。デジタル情報を運ぶエネルギーの流れだろ。素晴らしい、教科書通りのご回答です。つまりここは現実世界でありながらデジタル情報で構成された世界ということになる。極めて簡潔かつ端的に表現しますと、現実世界が電脳空間化してしまっているのですよ。そのためここではあらゆるものがデータ化してしまう。人間の心理さえも飛躍しすぎじゃないの？否定はしませんよ。同業者からも私はたびたび異端視されていますからね。かの偉人ニコラ・テスラに例えられたこともある。まあこれについては恐れ多いので過剰な賛美として真に受けないようにしています。それはともかくご覧なさい、この内部構造の異常な造形や不条理さはまさに人間が持つ記憶やイメージなどのデータがデジタイズしたものだと直感しませんか？これらが現実と融合し、この複雑怪奇な空間を生み出した。私の推測は以上です。一つ君たちにも質問させてください。君たちはイーターと遭遇したことがありますか？イーター？なんだそりゃ。食らうもの、侵食するものという意味で、私はイーターと呼んでいます。ひょっとしてあの白黒のオムガイみたいな気味悪いプログラムのことか？まさしく。いや、イーターと遭遇して無事とは、君たちは強運の持ち主ですね。というのもイーターに捕食されるとあらゆるデータは侵食されバグ化してしまうのですよ。バグ化するとどうなっちまうんだ？構造もアルゴリズムも無秩序なデータになってしまう。まさにバグです。しかも一度バグ化されたデータはもう元には戻らない。いやいや、恐ろしい。本当に恐ろしいでしょ。食われたが最後ってわけかと考えられていますが、私はそうは思いません。は？
あらゆるデータは復元する方法が必ず存在する。かつてあったものがなくなるなど非論理的です。形而上的な意味ではなく、ことデジタルにおいては事象としてあってはならない。ならばバグについてもしかりです。ゆえに私はイーターそのものの研究を進めている。おっさん暴走すんなって。確認すっけど、神城はそのイーターってのを知ってるんだな。いやもちろんですから、私がこれこのように研究を。ちやっぱ知ってたんだな、運営のやつらすっとぼけやがって。まあサービスはあくまでもビジネス目的ですし、秘密にしておきたい情報もいろいろありまして。まったくひどい会社ですよね。この際だ、他に聞きてんだけど。私に答えられることでしたら何でも。しかしその前に、君たち見たところハッカーですよね。デジモンキャプチャーもお持ちで、それに立派なデジモンプログラムも。だったらズバリこの現象内部に作っているであろうイーターを排除していただきたい。な、ここにもいるってのか。先ほど妙な映像を見ませんでしたか。あるいは白い少年の幽霊。あれらはイーターの存在を示す、いわば前兆のようなものです。イーターの存在がデジタルウェーブに影響し誘発させている。私はこうも考えています。この現象こそがイーターの影響によるものではないかと。であれば元凶を断つことで現象を消滅するはずと。この推論を裏付けるために君たちの力をお借りしたいわけです。はい。あんたあれの研究してるんだったら、なんか秘密兵器的なもん持ってないの？潜んでる位置のわかるレンズ付きの時計とか、捕獲して中に閉じ込めたりできるボールとか。妙に具体的ですね。いや、現在のところイーターへの対抗手段はデジモンプログラムが最も適当です。あのプログラムにはバグ化への耐性があります。やすやすとは侵食を受けるでしょう。だな。スエドウさん、あんたを信じたわけじゃないよ。あれを排除しろってんなら俺たちも望むところだ。いや、素晴らしい。ではよろしくお願いします。そんじゃな、リベンジで行くか。で、とっととまともな世界へ戻ろうぜ。ここにいるとそのうち頭が変になっちまいそうだ。いや、私はここで待機していますので、他に質問などあればどうぞお気軽に。まともな世界ですか。それは一体どこにあるのでしょうかね。行くぞみんな。終わったか。お疲れさん。おっ。
これがオタクの言ってた幽霊？こっち見てるぞ。消えちまいやがった。まあ気のせいだよな。おっと、お出ましだぜ。あのおっさんの推論ってのが正しいなら、こいつを倒せばこの妙な現象が消えるわけだな。お？けどここが消えたら中にいる俺たちはどうなるんだ？内弁ありがとさん。大丈夫、俺に任せな。お疲れさん。どうだ？ここは新宿？どうやらおっさんの推論は正しかったみてえだな。イーターに白い少年の幽霊、超面白えじゃん。最高だぜ。そんで極めつけがオタク電脳探偵。いやーマジで面白えわ。現実なんてもんは退屈だって決めつけてたけど、存外そうでもねえのな。ま、何にせよだ。俺ちょっと探ってみるわ、イーターのこと。スエドウのおっさんの研究に協力するのもありだな。あのおっさんもなんか面白そうだし。そういやおっさんはどこだ？いるか？イーターとかよりめんどくさそうだよな、アリー。じゃ、俺とっとと逃げるわ。オタクも捕食されんなよ。またね。逮捕だこら！
なるほど、それは災難だったな。と同時にこれ以上ない幸運でもある。通常の調査では得難い情報を目の当たりにして入手することもできた。そういう月も探偵家業には必要なんだよ。さて今回の事件、仮に新宿迷いが事件としておこうか。迷いがとは民族学などでいうところの異界だ。常世、霊界、妖怪の住まう領域、つまり我々の世界との境界を越えた先にある異想の異なる世界を示している。今回新宿に出現した空間はまさにそれだ。これを迷いがと呼ばずして何と呼ぼうか。ちなみに引用元は柳田国夫博士が遠野物語に記した迷いが伝説だ。興味が湧いたなら調べてみるといい。ここで重要なのは、伝承にも残されているように迷いがのような現象はたびたび発生しているということだよ。まことに羨ましい限りだが、君はそれを実際に体験した。異世界は確かに存在しているのさ。デジタルワールド、その名を君はどこで知った？そうか、白峰ノキアの依頼の後直接新宿へ向かってもらったからな。報告を聞きそびれていた。デジモンは人間が生み出したプログラムなどではなく、異世界から来た知的生命体だったと。無論私は信じるよ。デジタルワールドについては私も少しばかり。いや、ひとまずデジタルワールドのことは置いておく。今解明すべき謎ではないからね。新宿迷いが事件に話を戻そう。実は君が助手になる少し前から新宿近辺で不可解な現象の絡む事件が増えていた。君を見つけたのも新宿、そして今回迷いが事件が発生した。いずれもデジタルウェーブ以上に端を発していると私は推測する。現在新宿のみならず都内全体の主要都市でデジタルウェーブの状態が不安定化している。我々の生活に支障をきたすレベルではないので誤差の範疇として感化されてはいるのね。問題は不安定化している状態ではなく、なぜ異常が発生しているのか、その要因にある。自然現象か、あるいは人為的な干渉か、もっと異質な、そう、超常的な現象か。実に興味深い事件だ。今後も調査を続行するとしよう。ところで、君と連絡が取れなかった時間を有意義に活用してね。新しいブレンドを発明してみたのさ。君が成果を持ち帰ってくることは予測していた。初歩的な推理でね。ご苦労様、見事な活躍だった。つまりはご褒美だ。早速ご馳走しよう。実は会心の出来と自負しているんだ。君は信じられるかい？コーヒーとヨーグルトと海苔の佃煮が奏でるハーモニーの奇跡を。